はい、今日はねシューズです。ピーカバーね、これはアシックスさんのやつだけど、ちょっとサイズのレンジがあるから、これ 5.5 から7まで、はい、今日これやっていきますね。あの釘で打つから内ピーね、縫いピーじゃなくて、縫いピーってのもあるんだけど、で準備するのはトンカチと台座で釘ね、はい、で釘こんなんですよね。で打つんだけど、ここで曲がるからこうグキってね、足には刺さらない。じゃあちょっと合わせてみますね。大事なのはこのね、中敷きをちゃんと取っとかないと、うん、インソール取って、で合わせてみます。右と左があるからね、これ右用もちろんね、よいしょ、こんな感じになりますね。で、うん、日本のやつはここピーカバー打てるように幅があるものが多いんだけど、最近減ってきてるよね。で位置合わせして、でここ入れますね、はい、うん、で打っていくんだけど、打っていくんだけど、こう今あのやったんだけど、こうだいたいこう穴位置をね決めておくとやりやすいです。あとこのフィットの具合、先の形。じゃあ行きますね。まずセンター決めます。靴によってこのソールが違うから打つ位置がね変わったりするんだけど、うん、これで手を入れて釘がちゃんとなってるか確認します。この作業の繰り返しですね。はい、じゃあ今度は端、よいしょ、うん、これ見えるかな、うん、見えないか、大丈夫ね、はい、で今度はこっちの端、どっから打ってもいいと思うんだけど、私はこの方が打ちやすいね。ここね、9でここ頭出ないようにね打っとかないと。あ、これ見えるな、曲がってるの見えない、あ、見えたね、うん、釘の頭がクキって曲がります。もうちょっとかな、でこう決まってしまえばもうね、トントントンと、そんなに、はい、大丈夫、よいしょ、どうだ、いけてるな、うん、でよいしょ、ですね。じゃあ間埋めていきますね。音をねよく聞いとかないとね、まあ、皆さんには関係ないけど、あれ落ちちゃったぞ、どこ行った、あ、釘落ちたら後で嫌だからな。はい、じゃあ気を取り直して続きを、よいしょ、順番に、よいしょ、先の方がね難しい、
ここにかからないとダメだからね。でよいしょ、こっち行くか。でよく聞かれるんだけど、あのピーカバー、つま先破れの帽子だけど、あれ、うん、あの破れたらつけれないんですかって言って、いやまたこれ釘外して違うところに釘打っていくから3回ぐらいはいけると思いますよ。まあでも3回やってるうちにもうアッパーがとかソールのあのクリーツがダメだと思うけど、2回ぐらいが多いかな。ソフトボールで前5回ぐらいした人いたけど、ここすり減っちゃってるんだけど、まあ練習用として使うんだろうね。よいしょ、どうだ、よし、もうちょっと打っといてくれって言われたから、もう一つ、で最後絶対こう手で確認して、これだからドロドロので古いやつ持ってこられると嫌なんだけどな、手がねドロドロで臭くなっちゃうから大丈夫ね。で最後にこの頭がね引っかからないようにちょっとチェックして、大丈夫だね、はい。そしたらインソールを戻して、で紐入れます。でレースはいろいろ通し方ある、前もね動画でやったけど、一番オーソドックスなのでいきますね。でここあの紐通さなくても大丈夫な場合が多いんだけど、この穴位置見ながらどこ通そうかなって言ってね、サイズによってこれ変わってきちゃうから、一番下使わなくていいな。ここ入れるでしょ。でシューレースもやっとこうか今日ね、うん、でここ入れるでしょ。でこうね、長さを合わせて、はいっと。で締める時のことを考えるんで、まあ、細かいことだけど、ちょっと通してね、細かいことだけど、こっち行くでしょ。であの合ってるね、うん、こっちが外側が上になった方が多分締めるときいいと思うんで、でということはここ次ね、ここ入れたらこっちっていうね、と外が上になりますから、こうねギュッてギュッていうイメージで、もう一回お客さん来たかな、打ち行ってで外、あーいらっしゃい、あグラブの、はい、はーい、お帰りになられました。だから次もこっち来て外が上、こう上から入れてるけどね、普通のやつは
あの下から入れていく場合もあるけど、下から入れるのは、締めやすいけど緩みやすい。上から入れるのは締めにくいけど緩みにくい。でここでね、あれだ、あ、これこういう風になってね、今普通真ん中に一つベロ、あの止めがついてるんだけど、これは二つついてるな、こっちと こっち。ほらすごい世の中ね、変わっていくんだなっていうで、こうね、これで完成です。であと幅があるから、それはまあご自分で調整だけど、こんな感じね。でこのこれ、ここ、こう、こういうふうに、うん、でここに穴があるの不思議じゃないですか、皆さんね。これね、使うときね、こうやってやって、こうやってと思うよ確か。こうしてで、こう持ってきて、でこう通すんだ。でギューって締めるときに使うといいそうです。そのためのね、あの花、もう足首ギチギチが好きっていう、あの私、あのトランクスよりブリーフが好きっていう人ね、あの T さんみたいにあ、いいな、ほんでこれで完成です。今日はね、あの久々にシューズの方を取り上げてみました。はい、なに、花ちゃん、なんか用事？ねえ、花ちゃん、ん？何？何？おやつ？おやつ食べるの？おやつなの？